はい、速稼塾の久保です。今日は1月20日朝6時の相場解説になりますけども、ちょっと難しくなってきましたね。というのが上下に大きく振れ出したんですよ。これ日足を見てるんですけども、この辺りちょっと見てもらえます？下髭を大きく出したんで上に行くかと思ったら、今度上髭を大きく出してね、その後陽線なんですよ、陰線なんですよ、ね、この4つの動きってのは釣り合っちゃってるんですよね。なんか妙な感じで、で上に行けば下に押し付けられて、下に行けば上に突き上げ動かされてって感じで、まあ横ばいに近い形からダウントレンドが始まってるんではないかなっていうふうに日足から見えますね。で4時間の方を見てみると、ほらね、もう右肩下がりなんですよ。ここからドーンと落ちてるじゃないですか。でさらにここでドーンと落ちて回復するかなと思ったら、結局せずに落ちてきちゃってる。こういう風なね、チャンネルラインが見て取れるわけですよ。で1時間の方を見てみますよ。1時間の方ではなんかね、倍の方に繰り上がっていくのかなと思ったんですよ。でも半分しか上がらずにね、これ前お話ししましたけども、左右対称みたいな形になっていたんですよ。こういう左右対称の形と、上から陰線でグーッと戻ってきたのとね、そしてここで陽線でグーッと戻っていこうとするのが、ここがねイコールになるかと思ったら、だいたい半分ぐらいしか戻らずに、それ以上の強い力で下の方に引き下げられてるんですよね。ということはね、今度はねセルの方で慌ててですけども追っかけないといけないと。この辺まで113円に入っちゃいますね。ということでね、結論としては113円に入るつもりで、113円にね入ってしまうつもりで、ちょっとセルをかけていかないといけないかなと。もう今日すぐです、これセルですね、これはね、現在の価格が110円の234ですけども、本当はね114円の745っていう風に赤いライン引いたところがあったじゃないですか。あそこを割った時点でセルに入らなくてはならなかったんですけども、ちょっと動きが私今回遅れましてね、だから今からでも遅くないんで、110円の234で今マークされてますけども、現在がね、こっから113円台に落ちるつもりで、つまり20ピップス30ピップスを狙うつもりで、とりあえずはねダウンにかけていく、セルにかけていくってことかなと思います。そしてイグジットポイントが113円の590あたりに見えてるんですよ。これサムネイルの方にも付けときます、残しておきますけども、だここまでセールをするんだったら60ピップスぐらいは取れるんじゃないかなと思いながらセルに入りますね。じゃあセルでいきます。